はい今回はアロワナのエラめくれの手術を解説していきたいと思います。まずアロワナのエラめくれの原因としては水槽が狭かったり餌を十分に与えられてなかったまたは与えてなかったことが原因でそのストレスによって起こる場合が多いです。はいですので十分な水槽の広さ 餌を与えるようにしてください。そうすればまず起こることはないと思います。心配でしたら水流をつけて水の流れを作ってあげてください。では実際どうやっていくかと言いますと、まず魚を水槽から取り出します。そして魚専用の麻酔薬がありますのでそちらを使用し,します。 量の具合には、あの、水の量も関係してきますんで、と少しずつ入れてって、水をかき混ぜたりと、していただいて、魚の様子を見てください。で、魚が弱るというか、仮眠状態になる状況を作ってください。で、あまり入れすぎると、そのまま息を吹き返さないで死んでしまう場合がありますんで、量は少しずつ、 様子を見ながら入れるようにしてください。で、仮眠状態、あまり動かなくなった状態で、エラメクレの方を、ハサミで切っていきます。で、ここで注意することは、まずエラメクレは、大体が柔らかい部分、外側が柔らかいんですけども、そちらがほとんどがエラメクレになってます。硬い部分までいってしまうと、ほぼ治らないことが現状です。 ですので柔らかい部分だけ切るようにしてください硬い部分までいってて切ってしまうとそのまま戻らないこともありますんでそこは注意してくださいで切りすぎて硬い部分を大きく切ってしまった場合そのまま中のエラが見えた状態で戻らないこともありますんで気をつけてくださいはいで切り終えましたら水槽に戻すんですけども 水流をつけてるポンプがついてる場合は、そちらで口を、口の中から新しい水を入れるようにしてください。で、ない場合は、露過層の出口、水の出口のところに当てて、なるべく魚の方に新しい水を送るようにしてください。で、最初は自分でまず泳げないような状況になってますんで、手で補助してあげてください。で、自分が、 自分で泳ぎ出すまで補助するような形をとってください。はい、そうすると、普通に泳ぎ出しますんで、戻らなかった場合は、ずっと続けるような形になります。こうしていただければ、アラワナの手術は終わりになります。以上です。